これだけ先にやるよ。ここにやるよ。周りにはエジプト人の家がたくさん見えてきました。この右側にあるのは全部は家なんですよ。1階だけの建物。あとはサトウキビ見えますか？いっぱいサトウキビがありますので、このようなサトウキビはもう今収穫の季節になってますから、もうこのような貨車でもうもっと南の方まで運ばれるんですよ。皆様、明日行く町、コーモンボという町には大きな砂糖工場がありますので、全部は砂糖工場まで運ばれるんですよ。もう皆様ご覧のように、西岸にはほとんど畑の景色になりますので、この西岸には何がよく栽培されているかというと、特にルクソールは何がよく栽培されているかというと、砂糖キビとバナナ。こちらにはバナナがたくさんある。今日皆様クルーズに乗ったら、船に乗ったら、船で出港するときにはずっとバナナの畑とかサトウキビの畑とかずっと南の方に続きますので、景色はとっても綺麗ですよ。だから皆様の左側にはご覧のように、こちらに見えてきたのは全部はサトウキビです。でもエジプトの北の方は何がよく栽培されてるかっていうと、エジプトの一番有名なものなんですよ。エジプト綿、エジプトコットンはエジプトの北の方にあります。北の方というのはアレクサンドリアという町があるところ。だから北の方にはたくさんのエジプト綿の畑があります。あとエジプトのギザ真ん中ぐらいの方の周りにはたくさんの畑もありまして、もう何がよく栽培されているかというと、ほとんどは野菜と果物。エジプトは野菜と果物はあちこちにはよく栽培されています。エジプトの果物もとっても美味しいと思いますので、特にフレッシュジュース飲むチャンスがあれば、マンゴージュースとかグアバージュースとか、このようなものはすごい美味しいなんですよ。もう皆様エジプトで農業で働いている人が多い。エジプトの主な産業は一番目は観光。もう観光で働いてる人が多いんですよ。エジプトの人口の3分の1ぐらいは観光で働いてます。2番目は農業、3番目はスウェーズ運河。スウェーズ運河で働いてる人も多いんです。だからエジプトではもうやっぱり農業と観光はメインになってます。ちょっと話が変わりますけど、今皆様の右手にはこちらにはたくさんのお墓が見えてきました。こちらにあるのは全部お墓。エジプト人はみんな土葬してます。キリスト教徒もイスラム教徒もみんな土葬してる。ちなみにエジプトではキリスト教徒もいるんですよ。エジプトの人口の 87% はイスラム教徒ですが、その残りはキリスト教徒です。ちなみに私もキリスト教徒です。じゃあまあ皆様すぐ着きますので、そんなに話すチャンスはあんまりないけど、まあ、これから皆様行くところは大きな谷というところなんですけれども、大きな谷にはたくさんのお墓が発見されました。まだ発見されてない墓もたくさんありますので、こちらにはよくまだ発掘しているところがたくさんある。特に日本人の優秀村先生、もうエジプトですごい人気があるんですよ。いつも優秀村先生はエジプトに来ると、この大きな谷の近くには、こちらには早稲田大学の小さな家がありますので、今ちょうど皆様の右手には大きな木が見えてきましたので、この右側ある木の後ろ側には早稲田大学の小さな家がありますので、こちらにはいつも吉村先生はエジプトに来るとこのような家に泊まって、このまま大きな谷の近くにありますので、ここでずっと発掘してるんですよ。様の右側前方にご覧いただくと、こちらには山の上には小さな家が見えてきました。この家に住んでたのはイギリス人のハワード・カーター。この右側には今ちょうど見えてきました。イギリス人のハワード・カーターなんですけれども、イギリス人のハワード・カーターのおかげでツタンカーメンのお墓が発見されました。このイギリス人はもうずっとはこの家に住みましたので、ちゃんとお墓の発掘をした時にはずっとはこの家に住みました。
まあ、皆様の周りに見えてきた山はこれ全部大きな谷という山です。皆様、ナイル川の西側には山がたくさんありまして、でも一つの山が選ばれて大きな谷となりました。なんで特にこの山は選ばれたかというと、大きな谷の山の頭は自然で三角形の形をしている、ピラミッドの形をしています。ちょっとお花があるところにはちゃんと三角形の形ははっきり見えます。今まで発見された墓は63基の墓が発見されたんですが、まだ発見されてないお墓がたくさんあります。まだ発掘しているところがたくさんあります。発見された墓は王様の墓だけじゃなくて、職人の墓とか貴族の墓とかも発見されました。今日皆様は4つのお墓の中に入ります。その中にもツタンカーメンのお墓も入ります。ツタンカーメンの墓の中にはツタンカーメンのミイラが展示されてるんですよ。だからちゃんとツタンカーメンは今日は会える。ツタンカーメンはもうお墓に待ってる。だから今日皆様はみんなで4つの墓の中に入りますから、大きな谷に着いたら皆様にはチケットを渡します。まず入り口から入るときにはチケットはちぎってもらって、1枚のチケットで3つのお墓の中に入ります。いつも皆様お墓の中入るときには入り口には門番さんがいますので、皆様のチケットには穴を開けてくれるんですよ。だからチケットがないと次のところに行けないので、だからチケットはなくさないようにお願いいたします。またツタンカーメンのお墓入るときにはツタンカーメンのお墓の特別のチケットがありますので、その時は皆様にまた渡します。あと残念ながらガイドはお墓の中に入って説明ができません。だから私は最初からも全部の説明して、その後はそれぞれのお墓には看板がありますので、看板で説明して、その後は皆様中にゆっくり見てください。あと皆様、残念ながら大きな谷の入り口のところから一切カメラ持ち込むことができません。だから皆様絶対カメラはバスの中に置いてください。もう入り口のところからも一切カメラ持ち込むことができないので、中に入るとまた手荷物検査がありますから、手荷物検査でカメラ見つかったらまたバスのところまで戻らないといけないので、カメラは全部はバスの中に置いてください。昔はカメラ持ち込むことができたんですよ。でもお墓の中には写真がダメでした。でもどうしてもヨーロッパ人はルール守らないので、隠れてお墓の中には写真撮りましたから、どんどんお墓の調子が悪くなりました。だから皆様も今一切はカメラ持ち込むことができないんです。携帯電話は持ち込むことができるけど、携帯電話で写真もダメです。もうそろそろ皆様着きますので、バス降りると大きな売店を通りますので、売店と打った後には手荷物検査があります。手荷物検査を通った後には一緒に、まあ、入り口のところからお墓があるところまでカートに乗ります。もうカートは他のお客さんも一緒に乗るので、いつ出発するわからないから、皆様降りたら乗ったら降りないようにお願いします。カートでお墓の入り口のところまで行きますので、またカート降りたらその時は皆様にはチケット渡します。ここの金額時間は1時間半か2時間ぐらいになります。